はい、どうも皆さんこんにちは、梅昆布シエチです。というわけで今回なんですけども、福島県のアクアマリン福島で展示を開始されましたバショウカジキを見に行きましたのでね、そちらの動画を含めて皆さんにねお見せしようと思います。まずね、この解説版っていうか展示されてる自体がレアですよね。でね、まあ、動画に行く前なんですけども、過去にアクアマリン福島ではね何度か展示をされたんですけども、すべてね2ヶ月ほどでね死んでしまって、もっとね短くて死んでしまった個体もいるので、次はいつ会えるか分かんないレアけど、というわけで行ってきました。では動画をどうぞ。はい、こちらがですねバショウカジキの姿です。めちゃくちゃかっこいいですよね。まさか水槽でね生で見れるなんて本当感動しましたね。綺麗ですよね。でもまあ結構とこどこでね怪我してました。ちなみにこの水槽ねイワシがねたくさんいるんで、あの写真を撮るのがめちゃくちゃむずくて、ね、かぶられるんですよ写真みたいな感じで。だね、結構撮るのがむずかったです。5時間撮影してねこんな程度のクオリティしか撮れませんでした。これはなんかね魚にねエラの中に入って掃除してもらってる姿ですね。ちょっと意外な一面も見れてびっくりしました。うわ、これがねあのバショウの葉っぱみたいだから、背びれがね葉っぱみたいだからバショウカジキって名前ですね。結構背びれを広げてるのはなかなか見れなくてね大変でしたね。これさっきと同じ映像ですね。まあいいでしょう、かっこいいから。糞がねちょっと折れてるのがまあ残念ですね。ちなみにね、このカジキの特徴ともいえる糞がねこんな感じで、これは2020年の、個体なんですけども、こういう感じでね壁にぶつかって水族館だと折れやすくなってしまうので、見に行くならね本当に早い方がいいです。それでね、僕が、見に行った時もですね、僕5時間ぐらいそのカジキの水槽で見てたんですけども、一回誰かがフラッシュを焚いちゃって、それに本当にびっくりしてね、普段泡を避けてるカジキがね泡の方に突っ込んでって、そのまま壁にぶつかるってことがありました。でやっぱねそうなってしまうとね、まあ、普通にねあの糞が折れるとかならまだいいんですけども、命にね関わることもあるのでね、ほんとフラッシュはやめましょう。はい、というわけでね、今回はアクアマリン福島にね、展示されたバショウカジキを見に行きましたという動画でした。本当にねすぐ死んじゃうと思うので、できるだけ早いうちに見に行った方がいいと思います。品川でね、品川から特急でね、特急乗れば2時間ぐらいで、もっとかかるかな、もうちょいかかるけど、そんぐらいで行けるのでね、見たい方はぜひ行ってみてください。はい、それではチャンネル登録高評価もしよければよろしくお願いします。それではまたのご視聴もよろしくお願いします。さよなら。